まだミスターサスケ死んでないで、諦めてないからっていうのをみんなに見てほしい。もう必ずあっと言わせますんで、世界に激震を走らせます。さあ戻ってきたぞ。頼みます。3人の力でよし行きます。せーの、やだ。日本のおサスケは絶対コロナに負けないぞと。もう楽しくやるだけなんで。そうだ、楽しくやるだけ。水に落ちて、あ、こんなに気持ちいいやって思ったことがないです、うん、初めて嬉しくて泣いたんですよ。これ、まあまあスタートの時はね、もううわー気持ちいいって感じですね。気持ちよかったです。ちょっとここが怖かったんですけどもう見た目に怖そうなんですけど、もう動きがね、55歳ってこんなもんなかな。55歳ってお父さん何歳そう、遅いよね、怖いんですよね。遅っ、危なね、こんな感じです。こんな感じ。この声が聞こえるぞ。あ、さいいよ、やさいいよっていうのが聞こえてきて、で武田君もね、そこ気ぃつけて、やぶさんここ気ぃつけてって言って喋ってるでしょ向こう向いて、動きいい。団長いいよ、いいよ、やぶさんナイス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 。いい顔してます。いい顔してます。ちょっと遅いよね。向こう向いて。聞こえてんすね。はい。もうこちらもなんかおじいちゃんを見てる。よしよしよし。やっぱこんだけ真剣にね見てくれてる、応援してくれるっていうのね、この映像で初めて分かるわけなんですけど、すごい楽しくて、ね、フィッシュボーン行った時にはもう楽しさマックスきましたね。僕この時何も聞こえないですよ。もう必死なんで。ただ行く前とかにね、山さんここはもうすぐ上とかだーってって。嬉しそうじゃないですか。なんでね、ほら、でこんなん今まで言ったことないですよ。あんなん言ったら山さん怒るかなみたいな。でここもね、高田君がね、俺上から走り込んでいくからって言ってて。言うたら、山さん下降りなさいとかで、降りてって言うて、そうやんなって言って降りたんですよ。で、ここはもうね、ここはね、55歳には難しいっすよ。いけるぞ、トランポリン、ドラゴングライダー、いけー、押したー、いけるぞ、トランポリン、ドラゴングライダー、いけー、押したー、いけるぞ、トランポリン、ドラゴングライダー、いけー、いけるぞ、トランポリン、ドラゴングライダー、いけー、いけるぞ、トランポリン、ドラゴングライダー、いけー。でもやっぱり次やるとなったらこれを見て、あの前にあんまり突っ込んだらもうほんまこんなんなってまうじゃないですか。でもやっぱこの落ちた時のこの今までね、水に落ちて、あ、こんなに気持ちいいんやって思ったことがないです。仕方も見せる。うーわ、今どないなったみたいな。今ね、どないなったみたいな。頭うっさ。で、純さんが無理って言ってる自分がね、水が冷たくて気持ちいいんですよ。ね、もう こんなんですもん。こんな状態でもう多分もう持てないですよね。こんなんですよ、こんなの、あんなとこまで飛んでいってもんね。そうだね、これね、ここにね、人がね、何人かいっぱいいるんですよ。ほんで、その人たちが、もうほんまに、こう、ちっちゃく手叩いて、こう、ありがとうみたいな、すごかったよって言って、こうやって言ってくれたんで、この辺にいる人らが、うん、あ、この選手だけでなくてね、うん、誰かわかんないんですよ。うん、
今まではね、そこに目がいかないです。もう悔しくて、くっそーカメラにくっそーって言って、あんだけこう周りを見渡したのも初めてですよね。そしたら、あ、みんなちゃんと見てくれて、あんなに拍手してくれてるんやって思うと涙出てきます。え、サスケって楽しいやん、嬉しいやんって思って。かっこよかった。楽しかった。やっとあれかな、やっとね、やっとミスター撮影になれたかなみたいな。できたらね、みんな喜ばせたかったんですけど、自分喜んだかな。今までね、なんか全然やったんやけど、なんかこんなしょうもないね、しょうもない結果で終わったけど、なんかやっぱりミスターサスケでよかったんかなって思えた瞬間やったんで、また自分でしっかり見よう。頭、首のハゲがバレる。よし、行こう。サスケ、今までに楽しいと思ったことはないですもん。もう辛い思いしかしてないんで、もうギリギリで、減量ギリギリで、で肉離れして、で足首痛めて、膝痛めてみたいな、常にそんな状態だったんで、もうあとはプレッシャーと、もうなんかもう楽しくなくて、今まではね、くそーってくーってくそーって悔しい涙ばっかりで、嬉しい涙に、あ、そう、初めて嬉しくて泣いたんですよ。俺完全制覇した時に絶対嬉しくて泣くやろな、うん、初めて嬉しくて涙出たんで、嬉しい涙ですよね。みんなそれぞれね、背負うものが違うかって、みんないろいろ違うサスケがあるんですよね。でもそれをみんなでこう協力し合って助け合いながら、でメンタル面とかも助け合いながらやっていってるじゃないですか。だからみんなへのメッセージって言ったら、もう今言った一言ですよね。やるなら楽しくないと意味ないぞって言って、やっぱりサスケの楽しさ、魅力と楽しさを、今の現役の選手が伝えてくれたら、楽しい、サスケって楽しいよな、楽しそうよなっていう、サスケって辛そうよなっていうのを伝えてほしくないんで、だから楽しそうよなっていうのを今の若い子たちに伝えてほしいっていう。今日、まあ次のサスケに向けての代表を決めようかなとか思ったんで。おー、よいしょ、いけいけ、吉村吉村、えい。